皆さんこんにちは。はい、サンタキンです。ラジオに出られてもう嬉しいです。幸せです。もう本当にラジコンレース結構久しぶり。久しぶりですよ。ものすごく久しぶりで、運営の方やってたんですけど、なかなか自分が出るレースがなくてですね、はい、ちょっと使用しているアルシーカーは、先日発売された TA07WR WR、ね、RR がね、にしてきました。こちらの、ターボマウントとこちらの、ミドルアッパーデッキの、このブラケット、そしてミドルアッパーデッキなんですけども、ちょっとですね、今日、コートコーナーが多いので、車のこのね、バネですね、バネを少し、剛性を上げたくて、はいはい、標準の状態よりここにカーボンステフナーをちょっと追加してます。これを追加することで、ここのミドルのアッパーデッキにちょっと強度がここ1本だけね、通ります。あ、ここは二重になってる。二重になってます。はい、ここだけちょっと強度上げたら、はいはい、昨日ちょっとだいぶね、腰があって、この車全体のこの X 軸のバネがあったので、すごく良かったです。そしてですね、あとこちらの方のステフナーは、板厚の寸法違いにより、止まらないんですね。あ、そうなの。なので、これロールした時のですね、まあ、ロールストッパー的な役割で、あ、ネジが浮いてるね。浮いてるんですけど、実はロールストッパー的な感じで、これ以上いかないようにっていうことで、ロールを規制する方向に回るので、まあ、ちょっと僕ね、今日初めてだったので、ここの強度を上げて、少しこの、まあ、なんですかね、シャーシのステフナーみたいな感じでね、ちょっと入れてます。面白いことやってるね。はい、で、バランス取るためにこちらもね、アッパーカーボンにしておくと、これすると何がいいかっていうと、こちらのね、アッパーデッキのこの留め金がすごくしっかり強度つくので、はい、まあ、車でよく用意されるこの X のこのバネの、この X ですね、X 軸のバネの剛性がすごく高まって、バネがあって、なんかダブルデッキみたいなね、良さがあって、あとピッチが全然こうたわまないので、ベルトが実はね、柔らかくできます。たわんでもこうたわまないので、すごくいいですね。WR にカーボンステフナーを追加して、そうですロール剛性を調整してるって感じですね。そうです、はい、とてもすごくね、いい車でした。はい、まあ、この辺はコースによって変える感じかな、はい、そうですね、これは外すだけでもう普通の WR になるので、はいはい、まあ、これも樹脂に変えれば、まあ、変え取ってつけるだけっていうね、あのアイデアをすごくできるいい車だと思います。いいね。最後にこちらの方タイヤね、今日これで走ったんですけども、はいはい、こちらマーキングすれば、使えるというふうに須田さんから教わったので、うん、教わったので、はい、ちょっと温度が、ね、すごく上がってきたので、ね、まあ、こちらの面圧がかかるホイールよりもちょっと面圧逃がして、ちょっと柔らかくなるようなね、この5本スポークのホイール、これをね、使ってみたいと思います。あ、はい、はいはい、ちょっとこう硬さが違う。事前車検受ければって。あ、そうです。タミチャレ用のリブタカのホイールと、そうですね、こちらチャレンジカップの刻印が入ってますけど、今日こちらタムタムさんは買ってマーキングすれば OK ですよね。お聞きしましたので、こっちはこっちのリブが低い方の5本スポーク、ね、はい、こちらの方がちょっと柔らかくね、暑い時にはいいなと思います。ちょっとやってみたいなと思いまして、はい、なんかパッと見気がつかなかったけど、はい、実は違うホイールだ、ね、これ前後を分けてて、いや特にね、今これ使ったんですけど、次はこちらの柔らかいホイール、あー、4本ともそっちで揃えてってことね、はい、で決勝はもしかしたら日が落ちてくるので、こちらの方で戻そうかなと、こんな感じでやっております。これちょっと感覚違うの、このホイール。あ、違います。はい、こちらの方はね、そういうグリップがね、暑い時には逃げるので、タイヤがブローしにくい、こちらの方ね。そうなの、しにくい、はい、そんな感じで考えております。タミチャレホイールで違ったことないから分かんなかったけど、ね、こういう使い分けもあるってこと、はい、いい、面白い、やってみて面白い。さすがスーパータミヤフリークを名乗るだけのことはある。どうもありがとうございました。はい、了解です。じゃあちょっとまだ予選ね、これから2回目があるんでね、はい、まあ、僕まだ負けてるんで佐野君にね。いや、そんなことない、頑張ります。やっぱ走りを見習ってやっただけなので、はい、まあ、じゃあちょっと予選頑張ってください。ありがとうございます。参加しています、スキル向上大作戦のムック本でございます。これ370ページぐらいの100ページぐらいにバスで差し出していただいて、発売される。7年も連載してるんだね。7年半ですよね。7年半、90回行きましたので、すごいね。よろしくお願いします。これを読めばね、大体のタミヤ社のいろんなことは分かる。スタチューリングやってる方は読むだけでスキルアップができるということで、私は経験したことを経験しなくても読むだけで、ああなるほどって分かっていただければね、もっとタミヤの RC が好きになっていただけるんじゃないかと。了解です。聞きましたので、ぜひよろしくお願いします。7月末発売でした。7月30日、了解です。じゃあこれ動画の、ね、概要欄に Amazon のリンク貼っときますので、皆さんぜひ買ってください。選手、和歌山選手、川田選手、田中選手、宮田選手、古川選手、飯塚選手。
山下と一緒の下がりとなりますね。結構30だけが今30だけかね。これはちょっと密になってるね。前のオレンジ色のリアルネットが